10月4日は、グレゴリオ歴で年始から277日目にあたり、年末まで、あと88日ある、白キの絵の戦い。唐は、その後国栗を滅ぼし最盛期に入る一方、和国は日本へと国体を移行することになる、陽子の戦い。大規模な推薦と火災による決着は、三国支援儀の石壁の戦いに影響を与えた、フェートン号事件。 ナポレオン支配下のオランダとイギリスは、ナポレオン戦争で敵対中であった、スプートニク1号を打ち上げるネサンスキドイツの画家、ルーカス・クラナッハと、名前も誕生日も同じ息子、ルーカス・クラナッハジャン・フランソワ・ミレー誕生。右は、種幕人天文学者、木村久史誕生。地球の時点に生じる揺れ幅を示す、Z 光を発見した、世界の三大喜劇王の一人。 喜劇俳優バスター・キートン誕生医師、日野原茂明誕生1981年、ノーベル科学賞を受賞した福井健一誕生俳優、ジャールトン・ヘストン誕生。画像は、ベンハー演歌歌手、北島サブロー誕生神秘体験をした、スペインの修道士、アビラのテレサ・ボツ。40年後に、劣勢量子論の創始者として知られる、ドイツの物理学者、マックス・プランク・ボツ。 ゲームウォッチやファミリーコンピュータ開発に携わったゲームクリエイター横井軍平ボ主。ベトナムを再統一に導いた英雄某グエンザップボ主。史上初の七冠馬シンボリルドルフボ主。世界動物の日。画像はジョットディ・ボンドーネ作小鳥への説教で外独立記念日。右は外族の少年。ありがとうございます。